ロイズ・オブ・ロンドンリチャード・ロジャースは、イギリスの建築家。リバーサイド男爵という一大貴族の位も持つ。彼の建築は、モダニズム建築の影響を受けた、機能主義的なデザイン、及びハイテク志向の建築デザインで知られている。ロジャースは、フィレンツェに生まれ、ロンドンの建築学校である、英国建築協会附属建築専門大学で、学び、1959年ディプロマ取得。卒業後はアメリカへ留学。イェール大学大学院を1962年に卒業した。イェール大学でロジャースは同じく学生だったノーマン・フォスターと知り合い、イギリスに帰った後でフォスター及び自分たちの妻の4人の建築家と共にチーム4という建築の実験集団を結成し、ハイテク志向、工業志向のデザインで評判を得た。1967年にチーム4が解散した後、1971年、ロジャースは、レンゾピアノと組んで、パリのアートセンター、ポンピドゥセンターのコンペで勝利した。ポンピドゥセンターは、以後のロジャースを特徴づける、建物の内部空間をスッキリさせるため、水道管、冷暖房ダクト、電線管や電線ダクト、階段など建物の共用施設をすべてむき出しのまま、建物外部にさらし出す様式を確立させた作品であった。ポンピドゥセンターは現在でこそパリのランドマークの一つとされ高く評価されているが、建設当時はまるで化学工場のような外見に賛否両論であり、口差がない評論家らは内部を外部にさらけ出した姿を内蔵主義と呼んだ。以後、ロイズ・オブ・ロンドン本部ビルなど同様の傾向の建物を多く設計している。1985年には RIBA の RIBA ゴールドメダルの授与を受けている。2007年プリツカー賞受賞。ロジャースが数年かけて取り組んできたニューカッスルアポンタインの都市再生のための野心的なマスタープランが却下されて以後、彼は労働党員として一大貴族として政治の世界で活発に動いている。1986年、ロイヤルアカデミーにてありうべきロンドン発表。都市計画では、サウスバンク再開発計画、グリニッジペニンチュラ総合基本計画、英国防省チェルシーバラックス再開発、上海ルージアチック都市計画、歩道陸各地橋などを手掛けると同時に、2000年には、英国政府のアーバンルネッサンス白書を表したほか、グレーターロンドンオーソリティの建築、都市デザイン委員会の議長を務めている。イギリス都市問題特別委員会座長として、都市のルネッサンスという都市政策の提言を取りまとめた、他イギリス政府、緊急都市問題対策本部、アーバンタスクフォース議長、ロンドン市長の都市計画諮問機関グレーター、ロンドンオーソリティ建築、アーバンユニットロンドンの都市計画に関する最高顧問、バルセロナ市都市戦略協議会顧問などを務める、現在ロンドンのほか、東京、マドリード、バルセロナ、ニューヨークに事務所を設立している。また、2007年に事務所名をリチャード・ロジャース・パートナーシップより、ロジャース・スターク・ハーバー・パートナーズへ改称。2012年には、新国立競技場のコンペ審査員をノーマン・フォスターと共に務めた。ミレニアムドームバラハス空港。第4ターミナル喜び富集団英運総部大楼。ありがとうございます。